ユニバック1101ユニバック1101は1950年代にエンジニアリングリサーチアソシエーツが設計しレミントンランドが製造したコンピュータシステムエラ1101ともアメリカでの最初のノイマン型コンピュータである当初アメリカ海軍艦船局向けにアトラスの名で設計され商用版は1101と改称した長さ11.5メートル 幅6メートルで論理回路には2700本の真空管を使っている。次期ドラムメモリは直径21.6センチメートルで 3500rpm で回転し200個のヘッドがある。これに16384ワードを保持しアクセス時間は 32m 秒から 17m 秒であった。命令は24ビットでそのうち6ビットが命令コード4ビットが スキップ値14ビットがメモリアドレスである。数値は日値数で表現され、負の数は1の歩数で表されている。加算には96ミュー秒、乗算には352ミュー秒かかった。48ビットアキュムレータが一つあり、基本的に減算を行うため、加算は1の歩数に変換した上で減算を行うことで実現されていた。奇妙に思えるかもしれないが、 この方が1の歩数表現に特有の負のゼロを生成する可能性が少なくなる。ユニバック1101には全部で38種類の命令があった。エラは海軍艦船局向けに2台のアトラスを1950年12月と1953年3月に納入した。商用版をメイブルにするという案もあったが、ジャックヒルが1101という名称を提案した。 エラ1101は1951年12月に発表された。エラは3代目を自社内に置き、計算サービスを他社に提供しようと考えていた。しかしこれは失敗し、1954年11月、レミントンランドがそのマシンをジョージア工科大学に寄贈した。NSA の2台のマシンは1956年頃に次期コアメモリにアップグレードされている。 1958年11月、ジョージア工科大学でも4096ワードの時期、コアメモリにアップグレードしており、39,400ドルかかっている。同大学では1,101は1961年頃まで使われていた。ありがとうございます。